阿久津くんとより深い仲になるにはまずご家族と仲良くしなきゃ。気が早すぎるよ。ね。いつ結婚する？今すぐ！よし、0点で落ち込む妹さんを優しく励ますわよ。動くな。何をしているの？あなたは花畑さんのおばさん。てか、今一瞬でブラのホック外された。なんてババア。あの子に取り入るつもりなんでしょうけど、今さら無駄なことよ。何のことやら。おばさん。あら、ルリちゃん、元気ないわね。また0点で。もういつも言ってるじゃない、必ずできるようになるって。ありがとう、おばさんいつも優しい。この人とっくの昔から取り入っている。ダメ、この人本当はヤバい人なのよ。え、お姉さん誰。こいつはアックンのストーカーよ。違う、あんな微妙なお兄ちゃんにそんな人いるわけ。アックツくんが微妙。とっても冷たくてド S じゃない。この人ヤバそう。誤解よ、本当にヤバいのはこのおばさんの方。ノーパン露出魔の言葉を果たしてルリちゃんは信じるかしら。私の下着。そうか、さっきのブラホック外しは不跡。私の注意を上半身に向けさせ、警戒の緩んだ下半身からパンツを奪ったのね。え、この人ストーカーで露出まで、今もノーパンなのよ。あなたが今一瞬で奪ったんでしょ。そんなことできるわけないじゃない。このババー、近寄らないで変態。パンツ返せ、クソババー。変質者よ。私のパンツ。向かえ向かえ。そんなに捨てかけて、あなたの愛されては見え見えよ、カムスメが。くそ、ルイちゃん見て、こいつがパンツを履かない露出魔である証拠を。やめて、これで終わりよ。私に気づかれることなく一瞬で。私も少し鍛え直さないとね。決着はいつかつけるわ。なんだったんだろう。